はい、マロンちゃん中途半端でね、説明だけになったんでね、改めてちゃんとね説明させていただきます。まあさっきのね、第 2A の 2A かなのこの動画撮ってる時に嫁さんからねメールあってね、それでまあ何でした、怪我ではなくアレルギー体質ご飯かもっていうのでね、でも薬で治るって一匹だけウアン変えられるんや、変えられんからそのままの行ってっていうねメール貼って、2週間のね飲み薬液体をねっていうような感じで、あのラインモーター中でのね説明させていただいてんけど、みんな見とんねなんかね。まあそれでね、お薬ね一応2週間分液体のいただいた中で、ほんでまあその内容はね、抗生剤だけじゃなくてステロイドも入っとってね、ほんでまあこれをね2週間飲ますことやねんけど、まあ一応ねその先生の話ではあれ何やったレボリューションもね売ってもうた方がええようなこと言うてはったみたいからね、まあおそらくこの傷はそのアレルギー性やいうことでやんねんけど、ひょっとしたらその何かもわからんいう意味やのね。一応ねレボリューションも売ってくれいうことで、まあ明日また打つんだけど、まあそれで今からねこのお薬をね与えていこうかなと。まあこんな感じでね、タクタニさんというところで今日は見てもらいました。まあ、これをねシュールに混ぜということで、1cc 注射器で、うん、1cc いうことで、まあちょっとやりにくいけどね、ちょっとカサカサやから、お前ちゃうぞ。まあ、ちょっと作った後の動画ね、作りますね。あ、撮りますね。はい。チュールに混ぜてね、1cc 混ぜたんやけど、これをマロニちゃんにどうして与えるかやね。うん。まあ、ちょっと、ここの中に入れてね、与える方がいいかなと思います。ね。はい。ちょっと一遍、撮りますね。はい、マロニちゃん、これ食べ。これ食べたいわ。これ食べたら出したるわ。はい、食べ。薬あるときはこういうふうに、ね、やらんと無理かなと。はい、食べなさい。お薬入りチュール。まあね、食べるまで無理やで。ね。あ、ちょっと食べへんかな、見てたら。頑張って食べ。あ、チュールやで、それ。食べなさい。ちょっと今入れたてやから、ちょっとね、不安があってんか。食べや、まるちゃん。食べ。まあ、ちょっとね、ほっときますね。はい。はい、ひらりちゃんが心配してきます。まるちゃんを閉じ込めたから。まるちゃん、早く食べや。ちょっと食べないんですよね。心配してんか？ちょっと心配してます、まるちゃんのこと。ね、ほら。さすがひらりちゃんやな。まるちゃん好きやねんな。まるちゃん食べや。ね、はい。とりあえず明日までね、ちょっと様子見ます。ついでにね、おしっこの検査もね、したいんで、このままね、まるちゃんはここに入れてね、ちょっと観察します。ね。はい、以上です。